はいどうもこんにちは、毎度おなじみくまさんと一緒にまた銀座のソニービルへ見学に行ってきました。今回はね、 RX100 の Mark III、 そして α77 の Mark II、 それからα7S ですね。この3機種をちょっとだけ体験しに行ってきました。まず RX100 Mark III なんですが、従来製品とほぼ変わらぬサイズにもかかわらず、液晶180度回転機構を備えてね、流行りのセルフィー、いわゆる自画撮りですね、これに対応していると。また今回の Mark III の製品の特徴であります、ポップアップするファインダーね。これね、非常に小型のファインダーでありながら、明るさが十分。それでね、144万ドットだったかな。このサイズ感で言えば、この解像度も全然大丈夫です。十分これは使えるなと。まあ私この製品すでに予約注文しておりまして、このファインダーは対応することになるんじゃないかなとそう感じました。さあ次は α77 Mark II なんですけども、連写が毎秒12コマ。で、AF の即興点が79点になったと。野鳥を撮る人なんかね、非常にいいんじゃないかなと。コスパ高いんじゃないかなと感じました。さあ、そして最後に私が大注目しております。私以外も大注目、世界中が大注目してるであろう、α7S ですね。なんと ISO 感度、409,600。4万じゃないですよ。409,600という、もう途方もない、想像もつかないレベルの高感度なんですけどもね。これ暗い場所にもかかわらず、シャッタースピードがね、高速で撮れる。まあ当たり前ですよね。ISO感度ボーン高くなってるからね、シャッタースピードも超高速で撮れるというね。わあ、こんなことがあり得るんだと、もうね、目の前の光景が不思議でならなかったですけどもね。撮影データはね、残念ながらね、見ることはできないんで、どの程度実際にノイズが乗ってるかとかはね、わかりませんでしたけどもね。まあそれはね、購入後においおい試していければいいんじゃないかなと思います。ご期待ください。はい。いや、行ってきましたよ。どうでした、ね、まず RX100 Mark III、 あすごい意欲作だね。あれが買いですね、一番ね。アルファ77 Mark II、 あれも12連写すごいですね。あれも早かったね。でやっぱりポートレートとかいいですね、ああいうのね。あれね、ほらプロカメラマンの魚住さんのね、作例とかすごい良かったですね。聞いたんだけど、もう十分だもんね。アルファ7S、あれはね、大してあれですけどね、何も試してない。あそこで触った中じゃ何も試せないけど、でもやっぱり ISO 感度があそこまで、 ISO 感度40万まで上げてもあんな映るんだ。どんどん上がっていくもん ね。で8000分の1とかで、そう暗いところでシャッター切れちゃう。バカなんじゃないのって使い方だもんね。何を撮ったらいいかを考えないとね。夜の飛ぶ鳥、夜の真夜中の飛ぶ鳥とか、カップルとか公園にいるということで、また